始まりましたキャプテン本田エストチャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田エストさんがゲストを招きして対談をしていく番組となっております。ということで本田さん、はい、今日も始まりました。よろしくお願いします。お願いします。早速ですね、今日のゲストなんですけれども、はい、ミスターレッツと呼ばれていましたね、元日本代表の福田正博さんをお招きしております。はい、福田さんありがとうございます。今回はよろしくお願いします。お願いします。なんだよキャプテン本田ヤストって。それまあまあ僕がつけたんじゃないんですけど、はい、なんかこういうのがつきましたね、はい、なんか、まあ、一応かっこいいね、後ろの ロゴが。そうですか。福田さんもねキャプテンでしたから、はい、キャプテン福田正博をゲストをお呼びしました。でもいいんですけど、まあ、一応あの僕の YouTube の、 あの YouTube 名がキャプテンってついてるんで、すいません。そうだね、すいません。はい、はい、いいえ、とてもです。よろしくお願いします。じゃあそれでは早速ちょっとテーマ言っていただいてもいいですか。はい、かしこまりました。本日の動画のテーマなんですけれども、ミスターレッツに聞く福田正博が選ぶ浦和レッズベスト11ということでございます。ベスト11。うん、福田さん、これ福田さんね、ちょっと難しいかもしれないですけど、あのレッツ在籍して、まあ、僕と一緒でレッツしか在籍してないんでしょうけど、何年、うん、何年在籍でした？ J リーグがスタートしてからは10年かな。10年。その前が要はほら三菱からなんで、22歳からだから、はいはい、現役辞めたの36歳なんで、浦和レッズということで10年かな。あ、その10年の中からなんですけど、まあ、あの自分がいた在籍した年でも、年というかいた時でもいいですし、今、ね、引退後の選手でも全然構わないですけど、まあ、どんな感じになるのかなってちょっと楽しみにしてた。これさ結構難しいよね。難しいと思います。まあそうそうたるメンバーがいる中でさ、そうですね、やっぱり11人選ばなきゃいけないと。でまず自分は入れるっていう前提でしょ多分。もうもちろんもちろん。そうでしょ。だから俺が例えばそこのメンバー入ってこういうメンバーでやりたいなっていうのをちょっと選びました。なるほどなるほど。いいですか、ゴールキーパーから。はい、行きましょう。ゴールキーパーはね、まあ、西川ですね。西川、僕はもう西川大好きです。あのプレーのスタイルとか、人間性とか、はい、やっぱいつも前向きだし、はい、足元うまいじゃないですか、うん、まあ、現代に求められるサッカー、うん、ゴールキーパーのものを持ってるかなっていう意味では、はい、もう西川、はい、もう西川ダントツですね。僕はゴールキーパーの中ではダントツです、うん、なるほど。浦和の歴史の中では。でシステムはですね 4-2-3-1 で一応やりました、はい、4-2-3-1。はい、だから後ろがですね4人ということで、うん、右のサイドバックからいきますよ、はい、右のサイドバックが僕は坪井を選びました。山田ではなくて、ここちょっと僕の予想は山田かなっていう予想だったんですけどね。どうでしょう、山田はね、まあちょっと気分屋なんでね、才能はすごく能力はありますけど、一緒にやるにはちょっと不安ですから。なるほどなるほど。やっぱ後ろ安定感という意味では僕は坪井はね、うん、右サイドバックが一番向いてると思ってたんですよ実は。あのセンターバックだと若干こうフィード能力とか、はい、彼のこうスプリント能力とかっていうのをちょっとあんまり生きないかなと思って、右サイドで使った方がいいんじゃないかなと僕は思ってて、左あんまり切れないですよ。左切れないんで、まあ、そういう意味が僕もまあありますので、右サイドの方がいいかなと思ってて、うん、彼の身体能力生きるんでね、まあ、上下動できそうですもんね、はい、そう、うん、あのフランスのさテュラムなんて言ったじゃない、はい、なんかちょっとそんな感じがしててね、僕はずっとそう思ってたんですよ。坪井の右サイド、はい、でセンターバック2人が、うん、トゥーリオと、ギド・ブフバルトですね。あ、これね、トゥーリオはね、はい、トゥーリオはね、まあいろいろ言われてますけど、この勝負に対してのこだわり、勝負に対してのこう駆け引き、そういうものっていうのはね、やっぱちょっと日本の選手にはないものを持ってますよ。まあ、圧倒的にその勝負に対してのこだわりと、そのしたたかさと、ゲームの駆け引きと、ゲームの進め方。で、やっぱり手も取れるし、実はすごく技術力が高いんだよね、彼は。一つ前やったり、まあ、ディフェンスの選手でもたくさん点取ってるってことよく言われてるけど、それは偶然じゃなくてヘディングばかりじゃないんだよね、実はね。足元の技術も実はある。ただスピードはないんで、一つ前のボランチやっても全然いけるかなっていうぐらいの選手なんで、トゥーリはちょっとこう別格かなっていうのもね。まあギドはね、もう言うまでもないですよ。90年代のね、イタリアのワールドカップの優勝メンバーですから。そうですね、マラドーナマンツーマンした選手ですからね。これはまあ、ある程度34、5かなぐらいで来ましたけど、
まあ、それでもやっぱりちょっと違う感じはしましたね。まあ、監督としても成功してますし、で左サイドはですね、ちょっと左サイドはね、浦和いないんですよ、ずっと。その中で唯一、そうですね、はい、左利きの左サイドってほとんどいないんですよ、うん、これは結構ね大きな問題なんですけど、うんうん、でここはねアレックスにしました。おあれ、あれは僕は結構いいかなと思って、うん、やっぱり彼の左、うん、まあちょっとね、海外にいて帰ってきた時にはちょっと怪我がちでしたけど、その前までは、うん、まあ清水から来たりした時には、非常にこう、やっぱ攻撃的な、いい選手だなっていう風に、うん、まあ守備のとこは少し問題ありますけど、攻撃とこのセンスっていうのはもう抜群だと思うんで、まあまあ、アレックスということで、まあこの4人はかなりこう、ディフェンス力もあるし、攻撃力もあると思うんですね。うん、で、ボランチの2人ね、これね、迷ったんですよ。長谷部がね、こう外せないかなと思ったんですけど、ちょっと長谷部あえて外します。お、マジっすか、外した。はい、ここはですね、小野伸二と阿部勇樹ですね。うん、あ、まあ伸二は、はい、伸二は入ってきた時18歳かな、高校で入ってきた時に、うん、やっぱもう出来上がってたし、もう見てる世界がもっと違ってましたし、今ではね海外行くの当たり前ですけど、伸二の時ってなかなかそういう時代ではなかった中で、やっぱりもう入ってきた時から海外見据えながらねやってたんで、もう右左自由にこうボールをコントロールできる、まあ浦和の中で僕が知ってる中では一番サッカー小僧ですね。まあサッカー大好きです、とにかく。もうサッカーやってれば幸せなんじゃないかっていうぐらい、やっぱそういう人間なんで、まあどこ行ってもやっぱサッカーやってる時は幸せそうな顔してますよね。なるほど。であと阿部はですね、これはね僕は一緒にプレーしてないですけど、まあ指導者と選手という立場でちょっと何年間か仕事させてもらいましたけど、どの指導者も阿部があと 2,3 人いたらなって言わせる選手ですよ。これはね相当能力高いです。彼は性格的にね地味なんで、あんまりそういう評価されてないと思いますけど、これはね、これは阿部は相当能力高いですね。本当はねこんなぐらいの評価じゃ収まらない。ただ彼の性格とか、あんまり表に出てなんかねこう発信したりとか、まあぐいぐいぐい前に出てくるタイプじゃないですか、感じじゃないから、うん、確かにこういう評価になってますけど、地味ですけど、うん、相当能力高いです、うん、これは能力高い。その、まあ、いわゆるサッカー IQ と言われるものも非常に高いし、まあ、身体的な能力も非常に高いです。これはもう相当な選手だと僕は思いますね。一緒にやってる選手か、指導で関わってる人しかちょっと分からないですよね、その辺は。まあまあ、そうそうですね、阿部の良さは本当その通りだと思いますね、うんうん、もっと評価されてもいいかなと僕は思いますけど。福田さんちょっといいですか、シンジをね、シンジ攻撃的じゃないですか、もともとボランチに置いたっていうその理由っていうのは、やっぱりこう、さばける、まあいろいろあると思うんですけど、理由は。これね、シンジのこといろいろみんな言いますけど、僕の、はい、あのシンジに対しての評価ですよ、はい、彼はね、やっぱ失敗はあんまりしたがらない。あ、前の選手っていうのは実はリスクを犯すんで、ミスが多いんですよ、うん、ミスっていう言い方は変だけど、チャレンジするから、うん、そうですね、全てが成功しないじゃないですか、うん、前に行けば行くほどリスクをかけるんで成功率って下がるでしょ。人事の性格ってやっぱ確実に正確にやっていきたい性格なんですよ。そうするとやっぱ後ろの方が僕は人事は向いてると僕は思って、性格的にですよ。で今の時代はあそこからボールをゲームを組み立てられるし、で比較的前向いてプレーができるんで、まあ、そこの方がいいかなと。まあ、守備のところは多少不安はあるかもしれないけど、それで阿部とこうちょっと組ましたんですけど、シンジの良さって実は前よりも僕ちょっと後ろの方がいいと思うんですよね、性格的に。本当にね、失敗というかリスクをかけないわけじゃないけど、リスクをかける選択よりもどちらかというと正確につなぎたいタイプなんですよ、うんうん、ミスを極力少なくしたい選手だから、だからそこの部分で実はボランチにしたんですよ。なるほど。あれ一緒にやった人じゃないと分かんないですね、なかなかね。分かんないな、確かに分かんない。こう見た目と違うからね、はい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 、僕の一緒にやった感覚がね、はいはいはい、で前がですね、これはね、はい、3、まあ、3トップ 4-2-3 の3のとこですけど、うんうん、真ん中はね僕はねウーベバインにしました。おお、僕はもうちょっと一緒にやりました。ここロブソンポンテと迷いましたけど、やっぱり僕の中ではウーベバインですね、はい、ウーベバイン上手でしたね。はい、左利きで、うん、彼も派手ではないですけど、やっぱドイツなんかでも一緒にやったフランクフルトの選手なんかも得点を2回ぐらい取らせたり、僕も彼のおかげで得点を取れたようなもんですけど、そうやって人のいいところを引き出してあげる、うん、まあ、圧倒的なこう信じとちょっと違ってチャレンジのパスばかりなんですよ、どちらかというとね、うん、そういう選手なんで派手さはないけどウーベバインということで、で右にですね、はい、エメルソン置きました。エメルソン、右にエメルソン、強烈だな、はい、エメルソンはね、僕
引退する前にちょっと2年間ぐらい一緒にやりましたけど、僕は引退を決めたのは彼と一緒にプレーしてからです。こいつと競っても勝てないなと思ったからもう太刀打ちできないと思いました、エメルソンは。あ、もうその瞬発的なパワーと、うんうん、まあ背小さいですけど、あと足元の技術、うん、あとシュートテクニックは、これはね、うん、もうスピードとかそういうことに目がいってしまいますけど、うん、実はシュートテクニックはものすごいです。離れてる時に視野が確保できない時にはパワーシュート、キーパーといい形で当たった時にはしっかりと駆け引きしてコースを狙うシュート、マックシュート、強いシュート、いろんなシュートのバリエーション実は持ってるんですよね。その状況に応じてのプレーができるっていう意味では、ここはエメルソンは相当なものだと思います。いやー、結構やられたイメージあるな、一緒にやってて、戦ってて。いやー、まあ強烈ですよ。とにかく強烈です。彼が出てこなかったら、あと僕2、3年現役やってました。おー。はい、本当に彼とやって、ああ、これはもうちょっと無理だなっていうふうに思いましたから。だから、エメルソンのせいで引退を決めました。だから彼がいけません。ある意味ね。まあ、ある意味、踏ん切りがついた。なるほど、なるほど。踏ん切りがついた。ちょっとあまりにもすごすぎて、踏ん切りがついた。なるほど、なるほど。そういうことか。まあ、性格的にもちょっとむちゃくちゃな性格のところもありましたけど、まあそこもまたちょっと彼の魅力かなというふうに思いますけどね。でも左サイドにね、自分置きました。僕もともとワントップっていうか、そのトップの選手じゃないですよね。僕はどちらかサイドからこうなんかやっていく方が好きなんで、僕はまあ左サイドに置きました。まあこれは一番視野が確保できるんでね。右利きの選手で左はね。エミルソンには走ってもらって、で、チャンスを作ってもらって僕がゴール決めると。で、ワントップはですね、これコオロギですね。あ、これワシントンと並びましたけど、あー、ワシントンもいた。はい、これね、ワシントンとポンテを外すのなかなか難しいんですけど、でも僕の中ではやっぱりちょっとコオロギと一緒にやってみたいなっていう。彼はあまりこうなんていうのかな、自分が自分がっていう感じじゃなくて、うん、こう周りをうまくこう使ったりするじゃないですか、うんうん、だから彼と一緒にやったらたくさん点取らせてくれるんじゃないかなっていう、うん、僕だから柳沢とやりたかったんですよ実は。あー、柳ね。はい、でちょっとね、今現役引退してから OB 戦とかでやるときに、はい、やっぱうまいなと思うんですよ、うん、でこれ柳沢と一緒になってたら俺かなり点取ってるなって思うぐらい彼も周りの選手を使うのうまいし、スペースを作ったりとか、ね、もう抜群にうまいですよ。これ一緒にやると分かるんだけど、福田さん、鹿島に入れたらもう全然もっと活躍してるし点取れてるんじゃないですか。柳沢、コオロギってみんなあのジーコから教わってるんで、あの周りをうまく使えっていう教えもそうだし、なんかなんかそうこうなんかこう逆に言うと能力があるのにもっとやればいいのになって思える選手なの実は今言った2人は。なんか出し切れてないかなっていうんだ思うんだけど、これ一緒にやるとこれはパートナーとしては最高だと思う。だからもうそれはコオロギに関して言うとやっぱりそういう部分もあるし、彼はどん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 浦和に来てからも成長してるから、なんかちょっと一緒にやってみたいなっていう、一緒に今やれないじゃない、やってみたいなっていう。でまあそれがまあ11人で、これだけだといろいろさ、あの、はい、入ってない人たちからさ、苦情が来るんで、こうベンチメンバーも一応用意しました、ベンチメンバーも。いいですね、いいですね。はい、これは野人岡野ね、岡野。岡野。ね、当然、長谷部。長谷部ね。で、はい、ロブソン・ポンテ。はい。ね、はい、ワシントン。はい。ワシントン。すごいメンバー。で、これ、はい、あ、で、ベンチってなかなかこういう強烈なメンバーいると、不平不満たまるじゃないですか。まあ、たまりますね。はい、なかなかチームまとまんないですよね。はい。はい。で、ここでムードメーカーの牧野。なるほど。ね。なるほど。これでまとめてもらいますから。はい。はい。はい、牧野、森脇でまとめてもらいますから。あ、なるほど。ね。で、監督はですね、ペトロビッサにしようかな。監督も、はい、僕ペトロビッサのサッカー好きなんで、日本人のこう良さとか選手の持ってる良さっていうのを最大限に引き出せる監督だと思ってるんで、僕、うん、はペトロビッサ。裏の中では異質なんですよ、ペトロビッサのサッカーだけが、うん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 、裏ってどっちかといったらこう堅実なね、まずは守備から、うんうんうん、でどちらかというと前線に速い選手をいてカウンターみたいな感じが多いんだけど、ペトロビッサっていうのはまずは自分たちがボールを持つっていうこと前提なんで、だからちょっと裏の中で異質なんですよ。で僕はちょっとリーグではペトロビッサ優勝できなかったんだけれども、一番裏の歴史の中で一番魅力的なチームを作ったと思う。強いというのとはまた別なんだけど、結果がついてこないかったからね。魅力的なチームを、僕の好みの魅力的なチームを作ってくれた監督だと思うんで、ペトロビッサの下でちょっとやってみたいなっていうのは俺はある、ちょっと。どんな俺の良さを引き出してくれるのかなっていう、もしかすると良さを引き出さずに喧嘩して別れてしまうって可能性もありますけど意見が合わなくてね、それは分からないけどやってみたいっていうのはものすごくある、あ、それぐらいちょっと魅力的な監督さんだと僕は思ってて、今のメンバーです。
これでシーズン戦いたいと思います。すごい魅力的だなそれ。そうですかそうですか、やっぱ難しいですよね、まあ、悩む、はい、僕もアントラーズのねあのベストイレブンをやりましたけど難しい、うん、なんかさこう人間関係とかさいろいろ忖度が入ってくるじゃん、はい、やっぱりさ入ってきます、はい、これはさ無視できないじゃん選ぶってさなかなかねこう勇気のいる仕事でさ、はい、誰こう日本人の場合って好き嫌いになっちゃったりするからさ、はい、まあ、はい、感情は抜きにしてちょっとやりましたよ、はい、感情は抜きにしてどちらかというとまあ感情入ってきますけどできる限り感情抜きにして、はい、やっぱりサッカーという観点で選ばさせてもらいました。そうするとあいつは好きだとかあいつ仲が悪いんじゃねえかとかってすぐそういう風な論争になりますけど全くそういうことはないです、はい